もっと美味しい健康へ、シェフパートナーズ音羽塾、音羽荘です。クラフィティサレを作ってまいります。クラフィティという言葉自体あまり聞きなじみがないと思うんですけれども、クラフィティというのはフランスの本当に中央あたり昔からある、デザートですね。もともとは甘いデザートが多いんですけれども、ダークチェリーとプリンのようなものを型に流して焼き上げるというお料理なんですが、私の修行先のすぐそばの、プロバンス南フランスではそれを塩味でお出しするというお料理があります。南フランスの魚介類、それからお野菜、それから、プロヴァンスのハーブを使って塩味のクラフィティを作ってまいりたいと思います。それでは作っていきます。最初に、分量の薄力粉とコーンスターチ、それからお塩ですね。そこに、牛乳、クリームなんですが、クリームは全部入れないようにして、この状態で混ぜていきます。なぜかというと、あまり液体が多い状態で混ぜてしまうとダマになりやすいので、この状態で一度しっかり混ぜてあげます。クリームですけれども、植物性動物性とありますが、私の場合はもう本当にリッチに仕上げたい思いがありますので、できれば、動物性の生クリームをお使いいただけるとよろしいかと思います。混ざってきましたら、今度残りの生クリーム、それから、卵ですね。全卵そのまま割り入れてください。ちょっと潰すようにして、混ぜていってください。あまり一生懸命混ぜすぎますと、生地が膨らみすぎてしまいますので、ちょっとほぐすようなイメージで混ぜていただければいいかと思います。ある程度混ざりましたら、今度こしていきます。このように、多少、粉がダマになっている場合もありますので、ここではしっかりこすことをお勧めいたします。そしてエルブドプロヴァンスという南フランスのハーブですね、乾燥のものです。こちらしっかり効かせたい方は多めに入れてもいいですし、あまり香りが強すぎるのが嫌だという方は調整していただければと思います。エルブ・ド・プロヴァンスは南フランスのハーブになりまして、タイムですとかフェネル、それからローズマリーといった、もう南フランスを連想させるようなすごい香りが高いハーブですね。こちらを混ぜていきます。そのままお皿に盛っていきます。これはもうお好みで、私今回は季節のお野菜をいろいろ入れていこうと思います。そら豆、それから菜の花、ウド、ホタテ貝に、ブラックオリーブ、それから、桜エビですね。こちらを入れていきます。最初少し、型に流していただいて、その後お好みで食材を持っていってください。お野菜は、火の通りにくいものは軽く下茹でをしておいてください。生でそのまま、召し上がれるものでも、少し茹でた方が焼いている間に水分が出てしまいますので、軽く下茹でをして水分を切っておいた方が仕上がりが綺麗になるかと思います。で、残りの液体ですね、生地が膨らみますので、だいたい型の3分の2ぐらいでしょうかまで入れてください。ブラックオリーブと、グラタンのように見えるんですけれども、どちらかというとイメージとしては粉の入ったプリン、塩味のプリンのようなイメージですね。なかなか想像しにくいと思うんですけども、ぜひとも簡単ですので、ご家庭で作っていただければと思います。焼き時間はオーブンで170度、時間が15分から20分、器によってかなり時間が変わってきますので、このような薄い型の場合15分から20分ぐらいで入るかと思います。それではオーブンに入れていきます。溢れる場合があるので、下に鉄板などご用意するとよろしいかと思います。それでは焼き上がりました。クラフティサレの完成です。春野菜やシーフードを、南仏のハーブを入れ、リッチな生地で焼き上げました。前菜にもメインにもどうぞ。クラフティサレできました。
次の料理がハマグリ、それからムール貝のマリニエールです。マリニエール聞き慣れないかと思うんですけれども、こちらは、直訳すると酒蒸し、それから漁師風のといった、意味合いがあるんですけれども、ご家庭の場合もちろん日本酒でもできますし、せっかくフランス料理ですので白ワインですとかお水で香りよく仕上げていきたいと思います。それでは作ってまいります。弱火で火にかけまして、ニンニク、それからオリーブオイル、最初はニンニクの香りを出すために弱火で火を通していきます。香りを出していくときに、あまり強火でやりますとニンニクは焦げてしまいますので、最初弱火でじっくり香りを出すようにして火を通していってください。香りが出てきましたらタイム、それから季節の新玉ねぎですね。貝類、ムール貝などは周りが汚れている場合もありますので、たわしで少しゴシゴシと洗ったりですとか、このように脇から出ている場合もありますので、こういったものも少し掃除しておいてください。切っていきます。アサリでいく場合はですね、砂が入っている場合もありますので、お水にアサリを入れてですね、蓋をして1日冷蔵庫で置いておきますと砂がきれいに抜けますので、そういった下処理も大事になってまいります。砂抜きの時は塩などは入れずにお水だけで大丈夫です。そしてレモンですね。白ワインとお水同量加えてください。そして蓋を閉めていきます。貝にもよりますけれども、だいたい蓋が開いて少し置いておきますとちょうどよく火が通りますので、このままだいたい3分から5分様子を見てください。火加減は中火ほどで、心配な時はたまに開けていただいて構いません。ただ火を通すためにはしっかりと蒸し上がってほしいので、しっかりと蓋を閉めてください。このように少しずつ貝が開いてきます。ただあまり早すぎると火が通ってない場合もありますので、軽くお鍋の中を混ぜていただいて様子を見てください。どうでしょうか。全部このように開けば OK です。オリーブオイルを回しかけて完成です。うまみたっぷりの貝を白ワインとレモンの酸味でさっぱり蒸し上げました。貝のマリニエールできました。ポトフを作ってまいります。ポトフは、フランス料理という概念ができる前から保存を効かせるためにやっていたんですけれども、そこにあるお野菜、キャベツですとか人参、じゃがいもなんかを入れてですね、煮込んでいくっていう、シンプルにそういう、日本でいう煮込み料理のようなものでございます。最初は豚肉を、マリネしていきます。塩、それからカソナードをまぶしていくんですけれども、全体に、しっかりまんべんなく振っていてください。豚肉は油とお肉のバランスがいいものを選んでいただいて、塩はもうご家庭にあるもので構いませんので、そちらを使ってください。バットについてしまったものもきれいに拭いながら、きれいに揉み込むようにしてマリネしてください。でしっかりつきましたら、このままラップをしてですね、冷蔵庫に入れていきます。冷蔵庫に入れて、1週間前後ですね、マリネしていただければ十分かと思います。こちらが1週間、マリネ漬け込んだものですね。こちらを、再度分量の日本酒とお味噌まず合わせまして、袋に入れて保存していきます。お味噌などもお好みで、白味噌ですとか赤味噌でもまた違った味わいになりますので、こちらも自由にいろいろ試していただければと思います。そうしましたら、豚肉を袋の中に入れまして、味噌と日本酒を合わせたものを流し入れていきます。そして空気を抜くようにして軽くお肉を揉み込んであげて、また再度冷蔵庫で一昼夜寝かせます。
マリネというのはもちろんお魚のマリネとか、サッとマリネするものもあるんですけれども、このようにしっかり漬け込むことも同じようにマリネというふうに言います。こちらが、一昼夜漬け込みました豚肉ですね。こちらを、鍋に移していきます。最初火はつけないでください。冷たい状態から煮ていきます。こちらが分量の、お水、それから鶏のお出汁ですね、ご家庭の場合はチキンブイヨンなんかをお使いいただければいいかと思います。で、火をつけていきます。これ最初に温かい状態から入れないっていうのは、液体の方にもですね、豚肉の、旨味というかですね、そういうものを移していくために、水から炊いていきます。だいたい沸いてから1時間ぐらいですね、煮込んでいきまして、その後お野菜などを加えていきます。脂身を下にするんですけれども、こちらは、僕の本当イメージなんですけれども、脂身を下にすることによって、お肉がパサつきにくいというかですね、火が強く当たらなく柔らかく火が入っていくイメージがあるので、私の場合は脂身を下にして炊いていきます。今お肉1時間炊き上がったところです。この後お野菜を加えていきます。途中から入れるのはですね、野菜がこう煮崩れすぎたりですとか、そういうものを防ぐために、ちょうどよく火入れをしたいということで、途中で入れていきます。最初に、春キャベツ、お野菜も、大きな塊で、豪快に使ってください。あまり細かいと煮上げている段階でですね、崩れていったりしてしまいますので、大きな塊でそのまま使えるかと思います。それから、長ネギ、玉ねぎ、人参、それに、新じゃがいもですね。新じゃがいもなんかは、皮も柔らかいですので、そのまま入れてください。人参は皮を剥いた方がよろしいかと思います。あとはカブで、再度落とし蓋をしてもう1時間ぐらい炊いてください。野菜を入れてから1時間経ちました。お野菜の火は通っているんですけれども、あとお肉ですね、竹串などを使ってちょっと刺していただいて、スッと抜けるぐらい、このぐらいまで火が通っていると、ちょうどいいかと思います。ではこの後、ココットやお皿に盛り付けていきます。じっくり中まで味を入れたお肉を野菜と一緒にコトコト煮込みました。旨味たっぷりのポトフできました。今度は魚のコンフィを作ってまいります。コンフィというとお肉を、大量の油で、ゆっくり煮上げていくイメージがあるかと思うんですけれども、今回は、白身のお魚を使って少量の油と一緒にですね、火を通していこうと思います。油も本当に少量しか使いませんので、健康にもいいかと思いますし、それでいてコンフィの、利点とされる、しっとり仕上がるですとか、旨味を逃さないといった効果がありますので、非常にご家庭でも、活用できるかと思います。最初カブの薄切りですね、こちらを鍋に入れていきます。皮きれいなものでしたら、皮むかずにそのまま使っていただけますし、少し汚れが目立つようでしたら皮をむいて使ってください。そこに分量のお水、それから、日本酒ですね、火にかけてまいります。ここで軽くだけ塩をしておいてください。一番最後に塩味を決めようとしますと、なかなか味が決まらなかったりしますので、軽くだけ塩を入れておいてください。そうすることによって後での調整が微調整になってですね、何度も味見をすることがなくても失敗せずに仕上げられると思います。これは強火で火にかけていって、沸いてきましたら弱火に落として、水分がだいたい2分の1ぐらいまでなるように煮詰めていってください。次はマダイですね、切り身の状態です。こちらに軽く塩を振っていきます。この後油の中に入れてゆっくり火を通していくんですが、その際に塩をしてすぐ火を通してしまいますと、この塩味がオイルの中に溶けてしまいますので、10分から15分ぐらい置いていただければいいかと思います。最初強火にかけていただいて、このように沸いてきましたら中火に落としていただいて、少し煮詰めていってください。
大体10分から15分ぐらい経ってですね、株からも水分が出て、もともとある日本酒、それから加えた水もですね、だいぶ半分ぐらいまで煮詰まってきました。煮ている際に多少アクが出てまいりますので、そういうものもきれいに取り除いてください。でこのように煮詰まりましたら、ここにクリームを加えていきます。そして、再度さっと沸きましたら、この後ミキサーにかけていきます。細かく、しっかりミキサーをかけてください。しっかりミキサーにかけまして、細かくなりましたら、また鍋に戻していってください。気になる方は少しこしたりしてもよろしいかと思います。ただ株ですので、そこまで細かくなりにくいということもないので、今日はこのまま使っていきます。このような状態ですね。お魚に塩もしっかり入ったところです。こちらを、大体100度ぐらいまで耐えられるチャック付きの、密閉袋に入れていただいて、こちらにオリーブオイルを流し入れます。これは大量にというよりも、少しまとうような感じになれば十分です。このような感じですね。で、できる限り空気を抜いていただいて、封を閉じてください。でこのようにして、ぐるぐるっと巻いて準備をしておいてください。次に、お鍋で70度まで温めた、お湯です。今回2リットルぐらい、用意しているんですけれども、その、釜の大きさに合わせてですね、あまり量が少ないと温度変化が激しいですので、ある程度の量お湯を加えてください。70度ですとお魚にですね、しっとりと火が入ります。あまり高温でやってしまいますと、白身魚特有のパサつき感ですとか出てしまいますので、この油オリーブオイルの中でゆっくりとしっとりと火を通したいということで、だいたい70度ぐらいで火を通していただければよろしいかと思います。入れていきます。通常コンフィというと大量の油の中でですね、100度で、ゆっくりと火を通していくんですけれども、今回はご家庭でもしっとりとした火入れを、できるというやり方をですね、皆さんにお伝えできればと思いまして、ご飯のジャーで今日は火を入れていきます。で、火の入れ方はご飯のジャーの保温の機能ですね。この保温の機能で、70度のお湯をですね保ってくれますので、こちらの状態でだいたいこのぐらいの切り身で5分から6分火を通してください。ご飯の保温の機能としてだいたい70度ぐらいで保温してくれますので、その効果を狙ってですね、お魚を火を入れていきたいと思います。では6分経ちましたので状態を見ていきます。このようにしっとり火が入っています。少し割っていただくと、このようにほどけてくれるともう火が通ってますので、このままちょっと開いた時に全く割れないようだと、まだ中が生の可能性があるので、そこだけ注意してください。で壊れやすいですので、優しく取り出してください。油を軽く押さえていただいて、先ほど作った、カブのピュレ、おソースですね、こちらをお皿に持っていきます。ソースは温め直して温かい状態で盛り付けてください。手間代です。でお好みで季節のお野菜を添えてください。今回は、赤カブをちょっと盛り付けていきます。生の状態でもいいですし、さっと火を通していただいてもよろしいかと思います。今乗せたのが、季節の金柑ですね。こういったものが入ると少し酸味も加わりまして、さっぱり、美味しくいただけるかと思います。あとお好みでちょっと菊の花なんかを盛り付けると綺麗に仕上がると思います。今回は1人前で、お魚火入れしましたけれども、2人前3人前の場合は、袋を分けていただいて、火入れしていただくと失敗なく、綺麗に仕上がると思います。最後仕上げにオリーブオイルを垂らしてください。はい、完成です。魚を少量のオイルで湯煎し、旨味を逃がさずにしっとり仕上げました。魚のコンフィできました。
今回のシェフの知恵は、ご飯のジャーを使った、火入れです。ご飯のジャーというとご飯を炊くときにしか使わないイメージなんですけれども、保温の特性としてだいたい70度ぐらいで温度を保つことができます。それはすごく料理をする際にいろいろな扱い方ができまして、例えば生卵をですね、温泉卵にする際に使ったりですとか、今回作りましたお魚ですとか、お肉の火入れにも非常に適しています。皆さんは70度で火入れをすると、考えますと、なんか火が入ってないんじゃないかとかですね、生なんじゃないかとか、感じると思うんですけれども、タンパク質が凝固する温度、お肉ですと53度ぐらいで、火が入り始めますし、安全に召し上がっていただけるかと思います。もし気になる方は、少し最後表面だけを炙っていただいても、美味しくいただけますし、香りもよく召し上がっていただけますので、そのようにしていただければと思います。お肉なんか53度ぐらいですと非常にしっとり仕上がりますし、栄養素も抜けにくいんですね。なのでそのぐらいで心温を保っていただくと、ジューシーにしっとり、美味しくいただけるかと思います。お魚ですと、白身のお魚もしっとり、美味しく仕上がりますし、お肉だけではなくお魚ですとか非常に使えるかと思いますね。塊のお肉なんかを火を入れるときですね、火を使っていたりすると、ずっとその場にいなくてはいけないですが、ご飯のジャーを使うことによって、電気ですし安全に、例えばテレビを見ながらですとか、本を読みながらですとか、そうしても全く心配いらないですし、70度という温度なので、急激に火が入ることもないので、ぜひとっても安全に調理できるかと思いますので、ぜひご家庭でもお試しいただければと思います。